そういえば、今日はクリスマスイブですね。あ、そういえばそうだな。せっかくだし、今年はクリスマス何かする？あれ？いいのか？クリスマスって確か外国の宗教のお祭りだろ？いいんじゃない？日本の神様はおおらかだから許してくれるよ。へえ、そうなのか。私たちもお祈りしますよ、クリスマス。まあ、自分のとこの神様をちゃんと祀ってることが前提だけどね。二人とも巫女の家系だもんな。勉強になるぜ。あ、キツネさんだ。なんで動物扱いするのじゃ。わしは妖怪じゃ。妖怪さん、こんにちは。おお主、かまってくれるのか。なんか妖怪？特に用はない。まだ戦ってないのにものすごく負けたような気がする。楓、さなえ、今のうちに行くよ。こいつにかまってると永久にここにいることになる。そうだな、さっさとヘルプに行こう。ごめんなさい、キツネさん。私たちは神社の売店でぼーっとする仕事があるので、これで失礼します。だから、わしは動物じゃない。あれ、何か言うことがあった。で、クリスマス何しよっか。そうですね、もみの木は用意できそうにありませんし。簡単に村でお菓子とジュース買ってくるとかどう？ケーキは売ってないだろうし。ケーキなら私が作りますよ。マジで？サナエってケーキ作れるのか。作れますよ、普通のイチゴのショートケーキですけど。おお、サナエすごいんだな。あ、カエデは絶対に手伝わないでね。お菓子作りは分量計算が命だから。分量計算？ガサツなカエデには無理ってこと。サナエ、ユウがひどいんだよ。いいもん、ゲームしてるから。カエデちゃんにも手伝える仕事はありますよ。イチゴのヘタ取りとか。今日も頑張ってるな。お客さん一人くらい来たか。たまちゃん先生、クリスマスにわざわざ山奥の神社に参拝しに来る人なんていませんよ。何言ってるんだ、いつも誰も来ないだろ。あれ、クリスマス。そっか、クリスマスか。あのままうまくいってれば今頃私は。先生、大丈夫ですか？大丈夫だ、問題ない。全く大丈夫に見えない。閉めた。たまちゃん先生。なんだ三原。先生、今日は私が鍵閉めときますから、先生は寮で安心してゴロゴロしててください。そうか、すまんな三原、あとは任せた。すぐに村に降りるのか。いや、たまちゃん先生戻ってくるかもしれないし、私はもうちょっとここにいるよ。あの人意外に行動が読めないから。楓はちょっと森を見回ってきてくれるか。もしかすると寮に帰るふりをして森で待ち伏せしてたりするかもしれないし。オッケー、わかった。
楓か。待っていたぞゆか。いい情報を手に入れたぜ。本当か。うん。なんと亜美は本が好き。亜美はいつも教室で本ばっか読んでいるだろうが。まさか知っていたとは。というか知らないわけがないだろ。いつも図書室にいるし。まあな。素敵だし、ちっちゃいし、可愛いしな。ゆかってもしかして亜美のこと好きなんじゃ。まあいい。そもそも楓に頼ったのが間違いだったのだ。次は自分で行く。うん、それがいいよ。先生いなかったよ。よし、じゃあ行こう。ですね。参拝客だ。しかも超イケメン。まさか実在していたのか。楓ちゃん、ゆうちゃん、失礼ですよ。やあ、可愛らしい巫女さんたち。ここは何をするところなのかな。できれば僕に教えてくれないかな。手取り足取りね。キュン。あ、こいつは。でもまあいっか、面白そうだし。お守り、お守りを売っているところです。お守りいいね。ちょっと見せてもらえるかな。はい。楓ちゃん、大丈夫ですか。大丈夫。楓ちゃん、それ安産祈願ですよ。あっ、危ね。こっちにしよう。え、でもそれって。お待たせしました。これは。これは恋愛成就の守りです。これを持っていると恋愛がうまくいくように神様が助けてくれるんです。へえ、いい品だね。もう一個欲しいな。あるかい。あります。ありがとう。じゃあこれは君に。え、いいんですか。うん、君にもいい出会いがあるといいね。はい。じゃあね、可愛い巫女さん。ゆうちゃん、私初めて見ました。これです。きっとこれが恋です。だね、面白くなってきたね。おっと、もうこんな時間だ。そろそろ村に降りるよ。さっきの人かっこよかったね。すっごくかっこよかったですね。楓ちゃん、楓ちゃん、大丈夫ですか。大丈夫。これは完全にお熱だね。ですね。これが恋。あ、楓、村に行くにはどうすればいいか覚えてる。
確かバスに乗って。うん、バスはあっちの森の先から出てるから間違えないように。寮のある方に行っちゃダメだからね。じゃあそろそろ行きましょうか。おう。ああ、そろそろ村で何を買うか決めちゃおう。私はケーキに使う材料を買ってきます。おー、いいねいいね。薄力粉にバター、卵に牛乳にバニラエッセンスに生クリーム、あとグラニュー糖ですね。そしてイチゴ。結構あるね。一人で持てそうか。頑張ります。頑張らなくていい、私も持つよ。僕も持とうか。楓はダメ。なんでさ。私の頭の中の知恵の泉にすっ転んで卵を割り、牛乳をこぼし、グラニュー糖をぶちまける楓が映ってるからダメ。じゃあ楓ちゃんはみんなにクリスマスプレゼントを買ってください。楓サンタ出陣です。お、なんかかっこいい。なる、僕サンタになるよ。サナエ、なんでサンタで出陣なの？え、だってメリーさんだって出陣じゃないですか。メリーさんの出陣。違う、いろいろ違う。でも楽しそうだし、いっか。サナエ、楓、そろそろバスが出るよ。いっけね、危ないところだった。久々の村だ。クリスマスでも普通営業。さすが山奥。秋葉原だとサンタさんがいっぱい現れるんですよね。うん、サンタっ子がいっぱい出没するよ。ケーキも売ってる。あれ、じゃあなんで言うわ。この村にはサンタもケーキもないのに。でも買ったケーキよりみんなで苦労して作ったケーキの方が美味しいしね。これでいいんだよ。じゃあ私とサナエはケーキの材料を買ってくるから、カエデはプレゼントね。うん。ラノベでも買おうかな。
頼むぞ。服はあそこ、サイズとかわかんないし。ケーキの材料は二人に任せよう。ケーキの材料は二人に任せよう。でさ、こんなの買ってみたんだけど、どうかな？あー、いいですね。私は見ないぞ。え、なんで？だって、こう、ケーキ食べた後に開けたいじゃん。プレゼントなんだし。ゆうちゃんって、たまにすごく可愛いですよね。うっさいな。クリスマスの準備があるんだ。ごめんね。いやじゃー。お主はクリスマスとわし、どっちが大事なんじゃ。クリスマスかな。ぐわーん。こうなれば妖怪の意地を見せてやる。バスのタイヤを輪切りにした丸太にエクスチェンジしてくれるわ。寮に戻れなくなる。おのかさん、しっぽふわふわ。エクスチェンジって、なんかかっけえ。ダメだ、ここは私がなんとかしないと。じゃあ、かくれんぼしよう。本当か？うん。わーい！わーい！なのじゃー！どっちが鬼がいいかの？じゃあ、私が鬼で。決まりじゃな！では、わしはすぐさま隠れるのじゃ！ゆうちゃん大丈夫ですか？そろそろバスが出ちゃいますよ。ふふふ、大丈夫大丈夫、私は天才だからね。よし、じゃあ帰ろっか。え、探さないの？探さないよ。なんで探すの？牛乳温まっちゃうじゃん。ここならば見つかるまい。じゃ、行こっか。ですね。焼き上がりましたよ。うおー、やったー、ケーキだー。なんか楓の誕生日みたいな構図だね。いただきます。いただきます。いただきます。なにこれ、マジ美味しいんだけど。すごい、本当にちゃんとしたのができた。よかったです、上手にできて。ゆうちゃん、これもう一つ食べたら太ると思います？さなえ、考えるな、感じるんだ。もう体重なんて知りません。大丈夫だよ、サナエ。サナエは体重増えても全部おっぱいに行くから。そんなことは。
さなえ、重そうだな。ちょっと持とうか？ありがとうございます。でも大丈夫ですよ。そう？まあ遠慮すんなって。ああ、何するんですか。ゆうちゃんも笑ってないで止めてください。やだ、面白いから。あ、どうしたんですか？まさか。また大きくなってる。楓ちゃん、ん？プレゼントを。ああ、今渡しちゃう？確かここに。ウーロン茶か。そういや、最近テレビでやってたっけ？なんでも脂肪の吸収を抑えるとか。ユウのプレゼントはこれだよ。あ、新刊だ。欲しかったんだこれ。例えば、楓はプレゼント何買ったの？もしかして自分のは買わなかった？買ってないけど、ちゃんと自分のプレゼントはあるよ。もうもらった。もらったって誰に？内緒。へえ、そういうこと言うんだ。いいじゃん、僕だって女の子なんだから秘密くらいあるの。君にもいい出会いがあるといいね。はい。簡単に騙されて本当にあいつはちょろいにゃ。あの恥ずかしそうな顔を思い出すだけで笑いすぎてお腹が痛いにゃ。こうして思いっきりメロメロにしておいて最後に思いっきり振ってやるんだにゃ。あいつの嫌な顔が目に浮かぶにゃ。きっと最高に笑えるにゃ。にゃー。